1時間とか配信してしまうと、もう超どうでもいいことなのに、みんなにきっと八つ当たりをしてしまうって私は思ったの。そう、八つ当たりをしちゃったらみんなが本当にえ、なんで怒られたのって、二次被害三次被害に遭われると思いますので、皆さん今日は本当に私のメンタルが、保てるぐらいの配信時間にしておきたいと思います。で、ですね、明日は長めに、配信できると思います。長時間配信しちゃうと八つ当たりをする可能性が、はい、あるんです。多分ね、もう私はね、何を言ってもきっとこれから時間が経つにつれて言葉がトゲトゲ言葉になると思います。はい。で、なんでこんなトゲトゲ言葉になりそうなのかっていう理由はですね、また後日改めて落ち着いた時にしたいと思います。今はもうチクチク言葉でも、チクチク言葉でもトゲトゲ言葉でもどっちでもいいんだよ。今はね。はい、うわー、クマの天使が現れた。え、これ何、すごい、ありがとう、私のご機嫌を撮ってくれてるんですか。じゃあちょっと考えてもいいかもなとか言ってじゃあちょっとご機嫌直してもいいかもなみたいな風になると、まあ、ちょっとなりました、ありがとうございます。ちょっとというか結構というか本当に、はい、本当に今すごいありがたかったです。私の乾いた心に水で潤ったような気がします。あと少しで海鮮ゲット。あ、そうなんだ。ん、あ、待って、ゴールデンウィークって今日までかってことは、あれですね、このあれだ、ゴールデンウィークのこのゴールドのやつ見れるのも今日まで。あー、そっか、最終日か、そっか、私今どのレベルに達してるんでしょうか。嫌なことですか。嫌なことは終わりです。でもこれはちょっとSTU のこととはね全く関係ないんですよ。皆さんももちろん関係ないし、なんかその STU のことには全く関係ない、本当に私生活のことですね。なのでちょっとそんな感じです。そう、プライベートのこと幼く感じる？幼く感じるか。
こんばんは。まあちょっとまあ後日ね、私の気持ちがふうそろそろ大丈夫かなって時に、したいと思います。めっちゃ雨降ってる。ね、風すごいね。こんばんは。いた。ひっかいた。ウミガメさん、クマ、ゴールドのクマ、ありがとうございます。ウリンチャソー、夢見心地さん、大根さん、ウォニさん、アンちゃん、ウォニさん、サンデーサイレンスさん、ライライさん、チョコさん、シンチロさん、ガンツドチャートさん、イハクさん、ツルコバさん、浜谷さん、青地さん、フミットさん、オガちゃん、ギフトありがとうございます。うん、ごめん、やみきれてないかも。でもみんながいっぱいゴールドのギフト送ってくれてることは見えてる。ご飯おごって？なんで私がご飯をこれおごらないといけないの？私がご飯をおごってほしいぐらいです。今なんでだ。おかえりなさい。発声練習。なー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 適当に発声練習したらサザンさんのなんかなー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 なっちゃいましたね。もうなんで今日もこんなにさ、唇にさ、色がないの？まだネイル取ってない。明日取る。明日天気良さそう。そうなんだ。3期生のやつね。あ、待って、私ね、本当に痛恨のミスで、18時からって思っとったんよ。そしたら、全然17時からで、
で、あ、よし、そろそろ始まると思って DMM 開いたら、なんか自己紹介始まってて、あれ？なん？どういうこと？と思って、あの、確認したら17時から、え、夕方の5時？え、嘘でしょ？あー、だから後輩ちゃんの、見れませんでした。だからアーカイブで見ます。うん、あ、え、海鮮ゲット、え、ありがとうございます、嬉しい、これで私の機嫌も海鮮で治っちゃうね。嬉しい、ありがとう。ね、ちなみにね、私今ね広島にいないんですよ。そう、まあ私が不機嫌になってる理由といったら、まあもう、まあ、あれなんですけれども、家に帰りたいです。もう一人の部屋に帰りたい。自分のお城に帰りたい。イクラとカニとマグロだったら何が一番好き？マグロかな。これ本当にお城に住んでるわけじゃないよ。自分の一人暮らしの部屋がお城って言ってるだけ。私なんか舞台の時もそうだったけど、長い間なんかもう自分の部屋じゃないところでなんか過ごしたら、もう本当に、あ、やばい、もうちょっと帰りたくなったっていうのがよくあるんですよ。うん、キリンさんとゾウさんどっちが好き？え、待って、ちょっと待って、舐めてる？私25歳だよ。キリンさんとゾウさんに2択の質問？いや、幼稚園生じゃないから私。キリンさんとゾウさん、キリンさんかな。うん、ゴールドギフトありがとうございます。ほら、やっぱり私はもうこうやってトゲトゲ言葉が出てくる。だって質問には答えないといけないでしょ。質問されたら答える常識です。
んばんは。アイコジの話か、初めて申し込んだよ。あ、それはいいことですね。それはいいことです。機嫌が一気に治っちゃったな。こんばんは。キリンです。何をみんなビールの話してるの？キリンビールの話してるの？ビールの話じゃないです。こんばんは。あいちゃんこんばんは。今日も大好きです。本当ですか？それは。ビール？何が好き？とか知ったこっちゃないよ。みんなのそのビールの何が好きとか知ったこっちゃない。え？アサヒだのキリンだのあのエビスだの知ったこっちゃないんだよ。みんなのビールの銘柄何が好きか。ずっと気になってたんでしょ。気になってもないよ。気になってもない。綺麗ゲーじゃない。だから私最初にちょっと注意しましたよね。注意しましたよね。私配信を進めていったら機嫌が悪いから八つ当たりをしちゃうよっていう話しましたよね。ええねええねええねえね。青いレモン水道の水でジャブジャブと洗ってそっとかじった。笑顔ですよ。今日は前髪の向きが違うので多分雰囲気が違うと思います。今日のリップの色いいね。リップ塗ってないよ。リップ塗ってない。リップは塗ってない。腕大丈夫。
踏んだ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 、ちょっと八つ当たりの対象を見つけるか。こっちに来るんだ。八つ当たりの対象を見つけました。プーお前だプーお前だ、八つ当たりの対象を見つけたぜ。まあちょっとプーさんかわいそうだからやめとこう。ちょっとプーさんがかわいそうです。これはですね、私が高校生の時の修学旅行で買ったプーさんです。かわいちいねプーさん、かわいちいね。ビグレットビグレット、ハチミツ食べたいな。ピーグレットピーグレット、ハチミツ食べたいな。はい、高校の時の修学旅行はとディズニーランドに行きまして、であのスキー場にも行きました。じゃあ今からモノマネするので当ててくださいね。ディズニーキャラクターです。いきます。僕の餌を知らないか。はい、何でしょう。待ってちょいちょいグーフィーって当てられるの嬉しい。そうです、正解はグーフィーでした。おめでとうございます。正解ジャイアンは違うんですよ。ジャイアンはちょっと違います。おい、のび太これですねジャイアンはこれです。え、似てる？ジャイアン、嬉しいミニーちゃん？ミニーは
ミキ？ダメだ。ダメだ。私にミッキー、ミーニーちゃんなんかさせるから。え、ミーニーちゃんの声わからん。ウッドペッカー、ウッドペッカーお願いします。嫌だ、逃げる。私の なんか冷静になってきた。みんなは明日からお仕事ですか？あ、そうなんだ。なんかさ、あのニュースで今日で、あのゴールデンウィーク最終日ですみたいな、それ見て、明日からお仕事の人たちは、連休が続いてた人たちは、あのかわいそうだなと思って。明日からお仕事だって、現実と向き合うんだな。誰も頑張ってくれはしないよ。頑張るのは自分自身だよ。私が言うとでも思いましたか？皆さん頑張ってくださいね。言わないよ。現実を見させないで。現実を見るんだよ。現実を見なくていいのは、いい時間なんか永遠には続かないんだよ。いろいろ言いましたが、皆さん本当になんか大変だと思うんですけれども、一緒に乗り越えていきましょう。メールが大量に溜まっていて、そっと閉じた。大丈夫、大丈夫。慣れていけばね、また元に戻るから。それはね、いつもみんなが頑張ってる証拠だよ。
頑張ってて、ちょっと休んで、なんか復活した時に、また頑張らないといけないのかってなるじゃないですか。それは、ああまた頑張らないといけないのかって思えるのが本当にいつも頑張ってる証拠なので、まあゆっくりまた復活というか馴染んでいけばいいと思うよ。大丈夫大丈夫、なんかねどうにかなるから結局。あーってなっても、あとね結構ねブツブツ言ったらいいと思います。玄関の前とかでも、私本当にお仕事に行きたくない時はめっちゃ大きい独り言言ってました。あの、あまたまた1週間が始まる、今から私仕事に行くんだ、ちょっとしんどいな、あー嫌だなーとかってめっちゃ大きい独り言を、誰、あもちろん誰もいないところですよ。あの独り言って本当によくて、自分のそのなんか抱えてるその気持ちとか嫌な感情っていうのを口に出すだけで全然違うから、そう、あとねなんかお仕事が楽しい、お仕事してて楽しいって思う瞬間 を思い出すとかもねめっちゃいいと思う。なんかさ全部が全部辛いわけじゃないやんか。その私もさ会社員してた時はさ、その楽しい瞬間もあったの、なんかこう充実感っていうか、こういろいろとこなしていけて、あ今いい感じイエーイみたいな、イエーイってなってた時も、その調子のいい瞬間っていうのがさあるしさ、の頑張った後とかにそのお給料をもらって何かを買うとか、何かご褒美を自分に何かこう設けるとかさ、そういうのがさあったらさ本当に楽しいから、やっぱ働いてなんぼだなって思う時もあるよ。こんばんは。あとね、みんなね意外と日本人はとってもあのさ、今私が私が今喋ってるじゃないですか、やつは邪魔をしてきた。こんばんは。
あ、でもその何の話してたっけ？ もう忘れた。 あ、そうだ、結構みんな本当に嫌だなって同じ気持ちだったりするので、皆さんなんか自分だけが嫌かもって思ってるわけじゃないんですよ。もうきっとみんなもね、周りのみんなもね、ちょっと嫌かもって思ってると思うので、話し合ってみてください、周りの方と。どう？今どう？って。そう、なんかさ、結構さ、もう誰でもいいんやけどさ、本当にね、話すことってめっちゃ大事と思うんよ。自分の気持ちとか。本当に、やけん、話す人がいなかったら、独り言をおすすめします。私はそうやって過ごしてる。あ、周りに、何も言う人いないなって思ったら、なんかつぶやくもん。ああ、今日はこれか。ちょっと気が乗らないけど、まあ、よし、頑張るか、とか。そう。だから、話すことって本当に大事なの。だから、今、やっぱりお話し会とかのさ、再販も。やってるわけじゃないですか。 だからね、独り言で語るくらいなら、ぜひ私と、なんかそうですね。 話したらすごくいいと思いますよ。なので、そうですね、お話し会にぜひちょっとこう気持ちをね伝えたい場合は、お話し会で私のところに来てもらって、なんか話したりするのもいいと思います。よろしくお願いします。明日は雨止むのかしら。この雨は止むのかしら。まあそうですね。まあ人生の中には暗闇というものが、暗闇の中でこう一人悩む時間もあると思うんですけれども、まあ時には外に出てね、その自然と触れ合いながら、ゆっくりちょっと風をね、いい風を待ちながら、風を待つってことも大事ですからね、ゆっくり、あまり無理しないように。で、私のねこととかね、やっぱ推しメンとか大好きな人を思い浮かべて、大好きな人を思い浮かべて頑張ろうって思ったり、やっぱそのモチベーションにもつながるからね。大好きな人のことを考えて、また気持ち新たに 頑張っていこうって思う。やってください。で、
またね、そうやって頑張ってる時もね、無謀な夢がね、きっとあると思うんですよ。無謀な夢が、みんなもね、まだまだ夢はね、持ってると思うんですけれども、まあその無謀な夢に立ち向かって、でもやっぱりその過去にね、思い出せる恋っていう、まあ恋をしようって思ってた時があるの、あると思うの、みんな。その時のピュアな気持ちを考えて、まあヘタレたちかもしれないですけど、みんなヘタレかもしれない、もうヘタレながらも、まあ、人生をね楽しみながら頑張っていきましょう。はい、で道端に咲いてる花は誰のものかなって、誰のものかなって考えるんじゃなくて、みんなで分け合うっていうことをね、大切にね、共存して生きていきましょう。で、まあ最後ね、私が言いたかったことは言いたかったことはですね、まあストレスを抱えてるかもしれないし、全然ストレス何もないよって方もいるかもしれないんですけれども、まあ、しっかり息をしましょう。息をするのが大事です。てん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 おー、3期生息をする心、あ、そうなんだ、へえ、それは見たい。次の公演いつかな、私公演いつ出るのかな、次わかんない。
あやこじさん寝起きですか？寝起きじゃないです。私次の公演どこで出るのかは分かんないです。でもあ、ミニライブは出ます。5月の13日。お風呂はまだ入ってない。石原優奈ちゃんが私のポジション？私のポジション誰でした？優奈ちゃん？どうなんだ。ゆなちゃんが私のポジションに入ってくれたそうです。次決まってるのは6月4日のフェス。そうですよね、フェスぐらいかな。私の公演私の出番決まってるのは。3期生は誰が誰やら、それはわかるけどさ、まあ徐々に覚えていけばいいと思うよ。最初はだって2期生とかもさ、あれじゃない？ 25、24人バーって入ってきて誰が誰やらわからんかったやろ。わかっていくよ。一期生見分けつかなかった？最初。そうでしょうね。一気にあんなに入ってきたら。二期生分かりやすかった？あ、そうなんだ。分かんない。私は二期生だったから。見る側じゃなくて自分が出る側だったから。でも確かにさ、二期生って結構個性あったよね、めっちゃ。そう考えたらなんか色が別々って感じ。本当になんかあんまり被っとう人おらんよね。なんかキャラクターっていうか。でもそうよね、ファン投票っていうのが結構大きいと思う。キャラクターはさ、かぶっとう人おらんくない？2期生で。本当に一人一人違う気がする。なんか私はさ、1位の人みたいな感じでさ、1位の小島愛子さんっていうさ認識じゃん最初は。でそのまあ池田ちゃんとかで言ったらなんか歌がうまい子とかさ、りねちゃんで言ったらなんかすごい面白いあの感じとか、なんかサラピだったらちょっと姉御系のなんかクールタイプとかさ、
アンナちゃんはなんかほんわかしてるとか、サーヤンはすごいもうなんだろう、もう見た目がすごいなんやろ、私の一個下とは思えないそのキュルンってした感じとか、2期生なんやろうね、あの感じこの感じ、でも辞めていった子もさ本当に個性爆発してたからね、いろんな子がいた。でも3期生の子もまだ隠してるだけで個性たくさん持ってると思うので、皆さんこれからの STU3 期研究生のことをよろしくお願いします。なんだかんだ1時間配信しちゃいました。皆さん今日はありがとうございました。じゃあランキングを読んで終わりたいと思います。13位ふみじゃいさん、12位あおたかさん、11位きよさん、10位ぬれぬれかぬれさん、何言ってた君は、9位ざんすーさん、8位ひげめがねさん、7位くじますさん、6位うりんちゃそさん、5位ウォニさん、4位ソリオさん、3位ウミガメさん、2位カタカナのたかさん、そして1位はガントチャートさんでした。ありがとうございました。海鮮丼ゲットありがとうございます。ありがたくいただきます。プーさんはここにいます、大丈夫です。あ、そしてタワーもありがとうございました。また改めてお礼させていただきます、忘れません。いるよちゃんと。そして明日からまあちょっと煽っちゃったんですけれども、明日からお仕事の方は本当に頑張りすぎずゆっくり慣れていけばきっと大丈夫だと思います。何か楽しみを見つけてお仕事頑張ってください。いい一日であることを祈ってます。もう髪の毛がもうねぐわしゃぐわしゃなんですよ。もう雨に吹かれ塗られボサボサです。みんなの明日一日がいい日になりますようにと願っておりますゆえ、
頑張ってくださいますゆえ。それでは皆さん、たくさん寝て明日も頑張ってください。それではおやすみなさいゆえ。ありがとう。前髪切ろうか。